でてっとん。はい、それでは今回は前回のナンのリベンジをしたいと思うにはね。で、まあ例によって、例のごとくチキンカレー全部食べちゃったからもう一回作らなきゃいけないんやけども、今回前作ったのとちょっとねまた違うところがあるので説明するにはね、まずはお肉にはね、もうチキンじゃないにはこちら、はい、牛すね肉を用意したにはね、牛すね肉を同じように、まあ、ヨーグルトとカレー粉で漬け込んで、まあ大体4時間ぐらい漬け込んだにはかね。牛すね肉ってね、結構東京いた頃高かったイメージだったんやけど、こっちに来てなんか若干安い気がするにはよね。今回のこの牛すね肉は 100g あたり148円にはね。で、これ調味料 209g には。ちょっと少なめやけど。まあそれで309円ということにはね。うん。で、もう一つ。ご用意しましたこちら。なんだかわかるには、この黒いの。ねえ、わかる？ねえ。これね、パッと見でね、何かってわかんないと思うにはよね。干しぶどうみたいな。こちら正解は、正真正銘の飴色玉ねぎには、多分。これはね、玉ねぎを2玉分、みじん切りじゃなくて薄くスライスして、スロークッカーを使って作ったにはね。薄く切ったやつをスロークッカーにぶち込んで、オリーブオイルと塩小さじ1を、まあ、適度にかけて絡ませて、で、上にバターを 30g 乗せて、で、まあ、弱モードより強モードの方がいいかなと思って、煮込むというか、まあ、熱を加えたっていうにはかね、別に水を入れてないから。で、まあ、ぐつぐつやって、およそ10時間ぐらいスロークッカーで調理したんじゃないかなと思うにはね。そしてできたのがこちらの、もう、ねえ、もう飴色なのかよくわからないけど、すごい熱された飴色玉ねぎには。だから今回のチキンカレーは、まあ、ビーフカレーになるにはけども、ね、結構ちゃんとした感じのものができるんじゃないかなと思うにはね。まあ、生クリームとかは前回の残りのホイップクリームとか、トマト缶もね、トマトジュースで作るんやけどね。で、まあ、作る過程は同じなので、省きます。ここ。はい、完成したには。それでは次に、ナンを作っていきたいと思うにはね。ここ。で、まあ、前回と同じ分量のものをこねて2つに分けたのがこちらにはね。で、前回の範囲は2個焼くのがめんどかったからもう、この2個分を1個にしてね、でかいのにして、まあ、フライパンで焼いたんやけど、まあ、どう考えてもね、焼きが足りなかったということで、今回はちゃんと2個にして、ちゃんとこのね、シリコンマットで綿棒を使ってね、薄く伸ばして、で、さらにフライパンじゃなくてオーブンでパリッと焼きたいと思うにはね。それでは早速伸ばしていきましょう。ギュッ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 。で、まあバイト始めてね、なかなかね、動画撮るのも大変になってきたから、本当はね、チャパティと一緒にやろうと思ってたんやけど、あんまり時間を空けるとね、視聴者ちゃんたちも寂しい野郎から2話に会えなくて、ちょっとね、こういうちょっとした動画でも、なるべく頻繁に上げていこうと思うにはね。ギュッギュッギュッ。材料的には、まあ、オリーブオイルが入ってるけど、結構うどんに近い気がするにはね。はい、2枚ね、伸ばしました。そしたら、オーブンの天板にクッキングシートを敷いて、で、両面パリッと焼いていきたいと思うにはね。ここ。はい、そしてこちらが焼き上がったナンにはね、結構ね、不思議なことに焼いたら膨らむにはね、膨らまし粉入ってなくても。ねえ。でね、まあ、ナン的なね、ふかふかって感じじゃないにはね、結構薄く伸ばしたから、うん、パリッパリッってね、こんな感じになったにはね。うん。で、こちらが飴色玉ねぎで作ったバターチキンカレーにはね。で、さらにこちら、ジグワットさんからいただいたトマトジュース、久しぶりにね、ちゃんと忘れずに飲むにはね。で、さらにこちら、冷凍食品のコロッケにはね、なんか最近ね、これすごい便利だなと思うにはよね。やっぱ惣菜で売ってるコロッケは、まあ、若干冷えてるじゃない？で、自分で作るとコロッケって割と大変じゃない？でも冷凍食品のコロッケって、8個ぐらい入って200円ちょっとやし、もうあとは油でね、3分ぐらい揚げればこれになるから、すごい便利だなって最近思うにはよね。はい、そんな感じです。それでは早速、いただきます。ではでは、本当になんかパリッパリになったんだね。これやっぱ熱くしたらもうちょっとふわふわになるにはかね。で、今回は焼いたけども、これ油で揚げるとプ
フーリーだったかな、そういうなんかものになるにはね、あれはまあ油で揚げてるからパリパリになるけど、前動画で作ったのは確かプーリーだったと思うにはね、まああれはあれでには好きにはけどね。それではつけていただきます。米返しコーナー。ニワトリさんこんにちは。はい、ニワッチニワッチ。昨日給食で何出た？インドの視聴者ちゃんかな。もちもちのが良き。もちもちの木？結構湯気出ててどんだけ暑いねんと思ったら室温が低いのか。吐く息も白くなるから多少はね。ぬるま湯は何度ぐらいが目安？ってならないくらいちゃう？重炭酸ソーダ、略して重曹。なんか重曹って言われると薬品っぽいにはよんね。今ヨイルって言った？なんであれが用いるって読むのかにわには理解できないにわん。揉んだことあるんか？鶏胸肉ならたまに揉んでるにわかっこ唐揚げ。そんなんだとタレチチだルルロー。リアルはもっと硬い。それはおっぱいじゃなくておっぱいでしょう。ニワトリさんってメスに興味あったんだ。メスにしか興味ないニワ。さてはニワトリ食堂未視聴者ちゃんニワね。膨らむのにピシッとラップしてええんか、深い皿にした方が。チンしたぐらいじゃ膨らまないんごんね。てかチンする意味をニワは理解してないニワ。真ん中の黄色いところがチーズかな。そうかなって思ってたけど、焼けると全体的にあんな色になったニワ。なんでこの鉄パン油引いてないのにひっつかないんや。そら生地の表面に粉ついてるからサラサラよ。分厚いチャパティにも見えなくもんない。チャパティは全粒粉で作るにわからんね。でも全粒粉売ってなかったんごん。食前にトマトジュース飲むのはどうなったの？最近忘れてるには、申し訳にわっちです。チーズなんてインド料理屋で食うと蜂蜜入っているよね。はい、インド料理屋とか庭的にハードル高いからほとんど行ったことない庭ね。思ったより膨らまないんだな。焼きが足りなかった模様。生焼け気味じゃね。本来オーブンで焼くんじゃね。本来はタンドールで焼くんやぞ。でも焼きが足らないのは事実にわん。はい、ごちそうさまでした。まあ何に関してはもう全然なんて感じはしなかったにはね。なんてやっぱりふっくらしてるイメージやけど、全然パリパリで、なんか醤油塗ってね、もうちょっと焼いたらおせんべいになるんじゃないかなっていう感じの、まあ、なんだったにはね。まあ別に美味しくないわけじゃないにはけども、まあちょっとカレーとの相性は、まあ普通かなっていう感じだったにはけども、まあ途中でやってたように、その半分に割ってね、その空洞の部分に、あのコロッケを挟んで、でまあカレーソースとね一緒に食べると一気になんか美味しくなったりはね。だからなんかコロッケとは相性がいいんじゃないかなと思うには、まあ普通のふっくらしたナンもね、まああれパンやから種類的にはまあコロッケサンド的な感じで美味しいんじゃないかなって思うにはね。で、あの飴色玉ねぎをね使って作ったバターチキンカレーなんやけども、まあね、やっぱり昆布だしのね旨味を理解できないにはにはね、飴色にちゃんとしてね作ったカレーっていうのの味もそんななんか変わったみたいな感じにはね、あれやっぱり味が分かる人は分かるにはかね、全然分かんないというかね、結局最終的にカレー粉が味を占めるから、そんな微細な味分かるみたいなね、そんな感じにはよ。だから味はね、あのグレードダウンマーガリンチキンカレーとほぼ同じような感じだったにはね、ちょっと辛くて。で、まあ、牛すねをね、今回使ったけども、まあ、長時間煮込んでね、トロトロにするなら牛すねでもいいかなと思うけど、そうじゃないなら、全然鶏肉でいいかなと思うにはね、鶏肉の方が柔らかいし、ちょっと牛すねは硬かったにはね。はい、そんな感じです。いやー、12時間もかけてね、作った飴色玉ねぎ。あんまり変化なかったのがちょっと悲しいところにはね。それでは次回は、まあ、全粒粉が手に入ったらチャパティ作るし、それが手に入らなかったら、ちゃんとイーストを使って発酵させて作ったナンで、
ナンピザ作りたいと思うには、まあね、ただピザの生地のね材料の分量を見たらあんまりね、なんと変わらなくてね、これなんとピザ生地は紙一重なんじゃないかなってちょっと個人的には思うにはけども、まあやっていきたいと思うには、それではバイバイ、にわっちにわっち。前回の動画を宣伝してくれたかわいこちゃん、それではまた次回バイバーイ、にわっち。